白1蒸し暑い闇夜のことだった一台のフェートンが熱海から山伝いに箱根へ向けて十国峠へ登る複雑な登山道を走り続けていた S 字型のジッグザッグ道路でノコギリの刃の,のような猛烈なスイッチバックの中をひだのように発出する 真っ黒な山の死脈に沿って、右に左に谷を渡り、山肌を切り開いて、慌ただしく駆け続ける。全くそれは慌ただしかった。自動車それ自身は、決してハイスピードではないのだが、何しろ大腸の解剖図みたいな山道だ。向こうの山鼻でヘッドライトがキラッと光ったかと思うとこちらの木陰で警敵が鳴ると。 重苦しい爆音を残して再びスーッと光の尾が飛騨の向こうへ走り去る同じところをぐるぐる回っているようだがそれでいて少しずつ高度を増していくタクシーらしいが最新型のフェートンだったシェードを取った客席では一人の中年紳士が黒革のかばんをひざの上に乗せて激しく揺られながらもトロトロとまどろみ続ける バックミラーで時々それを盗み見ながら、ロシア帽子の運転手は物言い調子でハンドルを切るこの道はこのままぐんぐん上り詰めてやがて十国峠から箱根峠まで学難鉄道株式会社の経営による自動車専用のペイロードに通ずるのだ代表的な観光道路で 白地に黒線のマークを入れた道路標識がスマートな死体で夜目にも鮮やかに車窓をかすめ去るやがて自動車はひときわ鋭いヘアピンのような山花のカーブに差し掛かった運転手は体を乗り出すようにして急激にハンドルを右へ右へと回し続けるググググ。 今まで空間を空なでしていたヘッドライトの光が谷間の闇を越して向こうの山のひだへぼやけたスポットライトを二つダブらせながらさっと当たって土台の悪い幻灯みたいにぐらぐらっと揺れながら目まぐるしく流れる。とそのひだの中腹にこの道の延長があるのか一台の華奢なクリーム色のクーペが。 一足先を矢のように突っ走ってみるみる急角度に闇の中へ折れ曲がってしまった「チェッ!」運転手が舌打ちした退屈が車の中から飛び去った速度計は最高の数字を表しラジエーターからは小さな雲のような湯気がスッスッと漏れてはちぎれ飛んだ車全体がブーンと張り切って 激しい振動の中で客席の紳士が目を覚ました「ペイロードはまだかね」「もうじきです」「運転手は振り向きもしないで答えた」とその瞬間またしても向こうの山のひだへ失踪するクーペの姿がちらっと映った「おや?」と紳士が乗り出した「あんなところにも走ってるね」 ひどくハイカラなやつが、一体何様だろう箱根の別荘から熱海へ遠征に出た酔いどれ紳士かなんかでしょう。運転手が投げ出すように言った。追っかけてみようか。だめですよ。さっきからやってるんですが、車が違うんです。紳士は首をかがめて、外の闇をのぞき込んだ。急に低くなった、 目の前のの前黒い山影の隙間を通して突然強烈な白色光がギラッとひらめいてすぐに消えた紳士は何やら悲壮な尊い力を覚えてふと意義を正したその瞬間のことだった不意に車がスピードを落としダダッと見る間に彼は前のめりになって思わず運転手の肩に手をついた急停車だ 「見ればヘッドライトの光に照らされて前方の路上に人が倒れている首をもたげてこっちへ顔を向けながら盛んに片手を振っている運転手はもう車を飛び降りて駆け出していった紳士もあたふたとその後ろに続いた倒れていたのは年を取ったルンペン風の男だった」。 ひどいけがだ「今言った吉がい野郎ですよ」けが人があえにあえに言った紳士は早速運転手に手伝わせてけが人を抱き上げ車の中へ運び込んだ「すみません」けが人が苦しげに息づきながら言ったわしゃご覧のとおり夜旅のもんですあいつめ 急に後ろから来てわしが逃げようとする方へ「旦那何分お願いします」けが人はそう言ってもうこれ以上しゃべれないというふうにクッションへぐったりと転がって口を開け目を細くした紳士は大きくうなずいてみせるとカバンを持って運転手の横の助手席へ移った「さあ出よう大急ぎだ」 箱根までは医者はないだろうありません自動車は再び全速力で走り出したとうとう峠にやってきた道が急に平坦になって旋回している航空灯台の閃光が時々辺りを昼のように照らし出すもうここまでやってくると樹木は少しも見当たらない 一面に刈り込んだような芝草山の涙」だと向こうから自動車が一台やってきたヘッドライトの原車が痛々しく目を射るさっきのクーペだろうかだがその車は似ても似つかぬセダンだった客席には新婚らしい若い男女が寝ぼけ顔をして収まっていた「今クーペにあったろう」 助行しながら運転手が向こうの同業者へ呼びかけたあったよペイロードの入り口だそう叫んで笑顔を見せながら新婚者は駆け去っていった間もなくペイロードの十国峠口が見えだした伝統の明るくともった小さな白塗りのモダンなスタンドの前には鉄道の踏切みたいな遮断機が 石書のように道路を断ち切っているその道の真ん中に2人の男が立って遮断機の前で何やらしていたが車が前まで来て止まるとそのうちの1人は事務所を兼ねている出殺口へ入っていった紳士は真っ先に飛び降りて出殺口へ駆けつけたそしてがま口から料金を出しながら切符とは別なことを切り出した 今私たちより一足先にクリーム色の派手なクーペが通ったでしょう通りました出殺係が事務的に答えたどんな男でした乗ってたのは見えませんでした見えなかっただって切符を買いに来たでしょうい,いえ来ませんあれは大将の車です何大将 紳士はせき込んだ、はい事務員は切符にハサミを入れて出しながらこの会社の重役で堀見様の車ですから切符なぞ売りません何堀見ははあの学南鉄道の正倉重役だなじゃあクーペの操縦者は堀見氏だったんだねさあそれが2人乗ってたでしょう いいえ、違います一人ですそれは間違いありません紳士の態度を警察官とでも勘違いしたのか事務員は割に丁寧になったいずれにしても紳士が事務員へ行った「大変なんだ実はあのクーペが歩行者を一人ひき逃げしたんだひき逃げ!?」。事務員が叫んだ。 で、怪我人は僕の車へ収容してきた大丈夫ですかそれがとてもひどいおそらく箱根までもつまいこう話しているうちにも事務員は明らかに驚いたらしくみるみる顔色が青ざめてきたそうでしたか道理でおかしいと思いましたいや申し上げますが実はここでも変なことがあったんです 何変なこと紳士が乗り出したええそれが何しろ重役の車ですからそこで止まったと思うとすぐに私は飛び出して遮断機を上げかけたんですするとよほど急ぐと見えてまだ私が遮断機を全部上げきらないうちに車はスタートしてあっと思う間に全部の屋根でこの遮断機を叩きつけたまま きちがいみたいに駆け出してしまったんです」と表の道路の方をあごでさしながら今まで2人して王宮の修理をしていたところです今度は紳士の方が驚いたらしい「うんとにかく僕はこれからすぐに箱根へ行くのだがおっとここには電話があるだろう」「あります」「よし」 箱根の警察へかけてくれたまえ。今言ったクーペをすぐに引っ捕られるように。いいかね。余震場重役でも社長でも構わん。そんならとてもいい方法がありますよ。向こうの箱根峠口のペイロードのスタンドへ電話して遮断機を絶対に上げさせないんです。そいつは名案だ。だが今の調子で遮断機をぶち破っていってしまいませんかな。 大丈夫です。遮断機には鉄の芯が入っていますから私みたいに上げさえしなければ絶対に通れませんそうかいやそいつは面白いつまり赤書止めという寸法だねまだクーペは向こうへはつかないだろうね半分もいかないでしょうよしじゃあすぐ電話してくれたまえ絶対に遮断機を上げないようにね 事務員はスタンドの中へ駆け込んでいった間もなく電話のベルが甲高く鳴り響き壊れかかった遮断機が上がって瀕死のけが人を乗せた紳士のフェートンは深夜のペイロードを箱根峠めがけてまっしぐらに失走し始めたさて読者諸君の大半は箱根十国間の ドライビングペイロードなるものがどのような性質を持っているかすでにご承知のこととは思うがこれから数分後に起こった異様な事件を正確に理解していただくために23簡単な説明をさせていただかねばならない一体このペイロードの敷設されている十国峠と箱根峠とを結ぶ山脈線は伊豆半島の付け根を中心に南北に縦走する 富士火山脈の主流であって東に相模灘西に駿河湾を俯瞰しつつ一面の芝草山が馬の背のような際立った分水嶺を形作っているのだが学南鉄道株式会社はこの平均標高2,500フィートの馬の背の尾根伝いに産地を買収して近代的な明るいドライブウェイを切り開き昔風に言えば 石線を取って自動車旅行者に明快雄大な風景を満喫させようという思考だっただから南北約6マイルのペイロードは独立した1個の支線路であって十国口と箱根口との両端に2か所のスタンドがあるだけで枝道1本ついていないしかもそのスタンドには前述のように道路の上に遮断機が降りていて 万人の厳重な監視のもとに切符なしでは一般に通行を許さない。だから途中からこのペイロードへ乗り込んで走り抜けるわけにもいかなければ、また途中からペイロードを抜け出して走り去ることもできっこない。もっとも尾根伝いの一本道とは言っても、数マイルぶっ通しの直線道路ではなく、主として娯楽本位の観光道路だから。 直線そのものの美しさも旅行者に見たいを覚えさせない程度のそれであって至る所に心地よいスムースなカーブがありジッグザックがあり S 字型 C 字型 U 字型等々の様々な曲線が無限の変化を見せて谷に面し山頂に沿って延々として走り続けるけれどもこの愉快なペイロードも 夜となってはほとんど見晴らしがきかない。分けても今夜のように雲が低くのしかかった蒸し暑い闇夜には遠く水平線のあたりにじわじわと湧き出したような尾行を背にしておびただしい陰山の起伏が黒々と果てしもなく続くばかりでどこかこの世ならぬ地獄の山の影へのようその影への山の頂を縫うようにして 紳士とけが人を乗せた自動車は今しもペイロードの真ん中あたりを物に追われるようにかけ続けていたそういえばなんだか見たことのある車だと思いましたよハンドルを切りながら運転手が言った「君は堀見氏を知ってる?」「隣席の紳士だ」「いえ新聞の写真で見ただけですでも あの人の熱海の別荘は知ってます。山の手にあります。今、熱海にいるのかね、堀見氏は。さあ、そいつは存じませんが、とにかくギャレージ付きの別荘ですよ。紳士はタバコに火をつけて、満足そうに微笑みながら。一台も車には行き合わなかったね。もうあのクーペ今頃は赤書止めになって。 箱根口でうろ,うろしているだはるかに左手の下方にあたって闇の中に火の粉のような一群の遠火が見える多分三島の町だろうやがて自動車はゴールに入るランナーのように砂陣を立てて一段とヘビーをかけた直線コースに入るにしたがって白塗りのスタンドがギラギラ光って見え始めたおや 紳士が叫んだ「いないですね」同時に運転手の声だ全く道の真ん中には遮断機が降りているだけでクーペの姿はどこにも見えないそこへ事務員らしい黒い男が飛び出してきて大手を広げて道の真ん中に立ちふさがった紳士は飛び降りてバタンとドアを閉めると同時に叫んだ 電話がかかったろう。かかりましたそれになぜ通したのだえなぜ車を通したというんだ事務員はひどくたまげた様子だバタバタ音がして事務所の方からもう一人の男が出てきた紳士は二人を見比べるようにしながら重々しい調子でいった僕は 刑事弁護士の大月というものだがたとえあのクーペが有名な実業家の車であろうと卑しくも人間一人をひき逃げするからには断じて見逃さん君たちは自分の両親に恥じるがいいちょちょっと待ってください後から出てきた事務員が乗り出した額の広い真面目そうな青年だお言葉ですがはっきりお答えします この箱根口のスタンドへは、あなた方の車以外に、クーペはおろか、猫の子一匹参りません。4それから数分後、電話をかける大月氏のうわずった声が、ベルの余韻に押しかぶさるようにして、スタンドの中から聞こえてきた。ああ、もしもし、十国峠のスタンドですか箱根口です。 さっきのケガ人を乗せた自動車のものだがねそちらへあのクーペが戻っていかなかったかねえ何行かないやっぱりそうかうんこちらにもいない本当にいないんだ全然来ないそうだ途中でむろん会わなかったさうん大変だよよしよしありがとうああもしもし 熱海署ですか当直の方ですか僕は大月弁護士ですが誰かいませんか夏山さんいいです代わってください夏山警部補ですか大月ですいやかえって失礼しましたところで突然ですがちょっと妙な事件が起きましてね実は箱根口のペイロードのスタンドにいますええ 自動車のひき逃げなんですがね、それがとても妙なんです。ただのひき逃げ事件だけじゃないらしいんです。ええ、そうです、ええ。無論追っかけましたよ。両方のスタンドを閉鎖して、ペイロードへ追い込んだんです。ところがいないんです。本当ですとも。ええ、ええ、ええ、お待ちしてます。そうですか。じゃあ。 大急ぎで来てください。ああそれからねオートバイでなしに自動車で来てくださいええ僕の車はけが人を乗せて箱根へやっちまったんです何しろ大怪我ですからねじゃあ後ほどさようならああもし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 そちらは熱海の堀見さんですかいやどうも遅くからすみません 失礼ですがあなたはああそうですか私は弁護士の大月という者ですがちょっと下級の要件ができましてご主人はご在宅ですかえお留守東京のご本宅の方じゃあどなたかご家族の方はいらっしゃいませんか何えお嬢さん鎌倉へ行かれた 他にどなたもいらっしゃいませんか。ええお客様が一人お客様じゃしようがない。じゃあね、へんなことをお尋ねしますが、お宅のギャレージには自動車がありますかえあるそうですか。いや、妙ですな。実はつい今しがた、箱根の近くで、お宅の自動車にお目にかかったんですよ。 乗ってた人は分かりませんが間違いもなくクリーム色のクーペです嘘だと思ったらギャレージを調べてくださいえそうですかお眠いところをすみませんなじゃあ待ってますからな早く調べてくださいいやどうもすみませんでしたでギャレージの方はどうでしたやっぱりギャレージはもぬけの殻 それでそれで何んだってお客様が殺されているガチリと大月氏は受話器をたたき落としたそして何か身構えるような格好で後から駆け込んだ事務員たちを黙って真っ青い顔をしながらにらめ回した氷のような沈黙が流れたがすぐに大月氏は気を取り直すとベルを鳴らし 再び慌ただしく受話器を取り上げた熱海署だああもしもし熱海署ですか夏山さんはもう出られましたか何今出るとこ大変なんだすぐ変わってくれああ夏山さんいやどうも大変なんですええさっきの自動車なんですがねところがねその車はほら あの学難鉄道の堀美さんのものなんです。で、早速今、そちらの別荘の方へ電話したんです。すると、すると、別荘に人が殺されてるってんです。ええ、そうそう、殺したやつが車で逃げたわけです。さあ、その乗ってた犯人が誰だか、そいつはわからんですが、とにかく私は逃げられないように、両方のスタンドを厳重に監視してますから。 あなたは別荘へ回ってそこを調べたらすぐにこちらへ来てくださいじゃあお願いします5堀見市の別荘は熱海でも山の手の静かなところに立っていた主人の堀見夫妻はもう夏の初めから東京の本宅へ引き上げていたその代わり一人娘の富子が 外人の家庭教師と2人でこの10日ほど前からやって来ていたがその2人も今日の午後になって大嫌いな客がやって来るとそそくさと逃げるようにして鎌倉の方へ飛び出していった殺されたのはその客であった押山栄一といい富裕な青年紳士だった一体堀見良三氏は学難鉄道以外にも いくつかの会社に関係していたそうそうたる手腕家なのだがこの数年来日ッもさッもいかない打撃を受けて押山の父から莫大な負債を背負わされていたそうした弱みを意識してかしないでか栄一はまだ今期にも達しない若い富子を何かと求め追い回すのだった無論富子は押山を毛虫のように嫌っていた それで栄一がやって来ると家庭教師のエバンスと2人で落ち着きもなく別荘を後にしたのだったエバンスはまだトミ子が子供の頃から堀美家と親しくしているアメリカ生まれの老婦人だったトミコが女学校に入る頃から富子の家庭教師ともなってトミ子に英語を教えてきた彼女は富子を自分の娘のようにも 孫のようにも愛していた。別荘には留守番をする親子の女中がいた大月氏の慌ただしい電話を受けて最初に深い眠りから覚まされたのは母の方の清だった眠い目をこすりながら電話口に立った清は相手の異様な言葉に驚かされてすぐに郊外に出てみたのだがギャレージにあるべきはずの自動車がなく 表門が開け放されているのを見つけるとなんて物好きなお客様だろうと思いながら客室のドアを開けてみたのだが開けてみてそこのベッドの横にパジャマのままの押山が開けに染まって倒れているのを見るとそのまま電話口へ引き返した大月氏への返事を済ますと清はすぐに警察へかけたかけ終わってそのまま動くこともできずに 震えながら電話室に立ちすくんでいた夏山警部補は重なる電話にうろたえながらもとりあえず一部の警官をペイロードへ走らせ自分は部下を連れて堀見市の別荘へ駆けつけてきた続いてやってきた警察医は押山の死因をナイフ用の凶器で心臓へ2度ほど突き立てた致命傷によるものと鑑定した2つの傷の1つは 突き損なったのか横の方へ引っかくようにそびれていた殺されてからまだ1時間もたっていない死体だった夏山警部補は清を捉えてとりあえず簡単な尋問を始めたすっかり上がってしまって少なからずヘドモドしながらも清は事の起こったままを荒まし答えていった何でもそんなわけでして べ嘉山様は大変遅くまで外出なさりお酒を召してお帰りのようでしたがそれから私たちはぐっすり眠りましたので大月様とかからお電話をいただくまでは何にも知らなかったんでございます清がそう結ぶと夏山警部補は玄関から外へ出てみたがそこでギャレージの方へ歩きながら警部補は懐中電灯の光で 地面の上の水たまりの近くにギャレージの方へ向かって急ぎ足についている女の靴の跡を二つ三つ見つけ出したギャレージには車はなくて油の匂いが漂っていた夏山警部補はしばらくの間空のギャレージをあちこちと調べていたがやがて「うーん」とつぶやくようにうなると鏡ながら 震える手でハンケチを取り出してそいつで包むようにしながら床のたたきの上からきらりと光るものを拾い上げた血にまみれたナイフだったそれも見たこともないような立派なナイフだった見るからに婦人持ちらしい華奢な形でしゃれた浮き彫りのある象牙の絵には見れば隅の方に 何か細かな文字が彫り連ねてある警部補は片手の電気を近づけ覗き込むようにしてみた「第十七回の誕生日を祝して1936229」警部補はみるみる目を輝かしながらそっとナイフをハンケチに包むようにしてポケットへしまい込み そのまま急いでおもやのほうへやってくるとそこでまごまごしていたキヨをとらえてさっそくきりだしたときにあんたはとしはいくつだもう50はこしたないいえまだわたしちょうどでございますちょうど50でうんではあんたのむすめさんはとしやでございますかあれは18になりますが。 じゃあエバンスさんはあの方はもう60をとっくにお過ごしですとみこさんはお嬢様は今年17でいらっしゃいますありがとう夏山警部補は満足そうににやりと笑うとではもう一つ他でもないが堀見家の人々はみんなこの別荘の合鍵を持っているねはい むろんお嬢さんも「ああたぶんありがとう」とそれからかたわらの部下を振り返って元気よく言った「さあもうこれでここはいいよ裁判所のれんちゅうが来るまでは先生に残っていてもらうことにしてこれからすぐにペイロードへ出かけるんだ6夏山警部補が ペイロードの十国峠口へ着いた時には、もう大月氏は先に回された警察自動車で箱根口から引き返してそこのスタンドで一行を待ち受けていた両方のスタンドには先着の警官たちが二手に分かれて監視していた大月氏は警部補を見るとすぐに口を切った「もう別荘の方は済みましたか?」。 すむもすまぬもないですよ。何しろ犯人はここへ逃げ込んだって言うんですから、大急ぎでやってきたわけです。が、まあ大体目星はつきましたよ。もう分かったんですか。誰です、一体犯人は。誰彼というよりも、まだその問題の車は見つからないんですか。すると大月氏はイライラと手を振りながら。いや、それですがね。 どうもこれは谷底へでも墜落したよりほかにとりようがないんです私もそう思いますよ探しましょういやその探すのが問題なんですよ私も今、こちらへ来ながら道の片側だけは見てきましたがこの闇夜でしかもこの道の長さが6マイル近くもあるんですからそれに沿った谷の長さもなかなかあるんですよ おまけに路面が乾燥していて、車の跡も何もありゃしないんだから、大体の墜落位置の検討もつきませんよ。しかし、ぐずぐずしているわけにもいきませんよ。そうですね。じゃあとにかく、残った片側を探してみましょう。だが、一体犯人は誰なんです。犯人堀見氏の令嬢ですよ。言い捨てるように、 警部補は車に乗り込んだ。その後からあぜんたる一行が乗り込む自動車はバックして箱根口へ向かって走り出した時速10マイルの徐行だけれどもこの操作の困難さは半マイルと走らないうちに人々を焦燥のどん底へ突き落とした谷沿いの徐行だからヘッドライトの光の中には谷に面した道路の片側が いいつも見えているのだが路面は全く乾燥していてどこから滑り落ちたか車の後さえわからないせめて道端に胸壁でもあってそれが壊れていれば墜落箇所の見当はつくのだがこの道は人の通らない自動車専用の道路だからそのような胸壁や小窓も白塗りのスマートなやつがところどころ装飾的に組まれてあるだけで。 ととんと頼りにならならい無意味な憂鬱な操作がしばらく続いてやがて車は強壁のない猛烈な S 字型のカーブに差し掛かった警部補は苛立たしげに舌打ちする自動車はくるりとカーブを折れて今までの進路と逆行するように十国峠の方を向いて走り出した S 字カーブの尻は 大きな角張った CG カーブになっている L の字を逆立ちさせたような矢印のついた道路標識を越して2 0メートルも走った時だった何を見たのか大月氏は不意にギクッとなって慌ただしく腰を浮かしながら「止めてください巡査はすぐにブレーキを入れた大月氏はドアを開けてステップの上へ立ち上がったまま 中の巡査へ行った。この向きでこのままバックしてくださいそうそうもっともっとよろしいストップ人々にはさっぱりわけがわからない大月氏は助手席へ着くと以前の姿勢に戻っていったひどく緊張した震え声ださあもう一度今度は前進してください 最助行で頼みます。おっと、問題のクーペは、ルームランプが消えていたんだ。室内が明るくちゃいかん。消してください。自動車は明かりを消して動き出した。一体どうしたんです闇の中で警部補がたまりかねたように叫んだ。いや、分かりかけたんです。真相が分かりかけたんです。今に出ますよ。 何が出てくるんですすぐですから待ってください自動車はさっきの位置へ徐行を続ける CG カーブの終わりの角の直前だ道がぐっと左に折れているのでヘッドライトの光の中には真っ黒な谷間の澄んだ空間があるだけだ前を見ていた大月氏が突然叫んだ「空来た止めて」 何が出たです。警部補だ。もう消えました。すぐまた出ます。そこでは見えません。ずっとこちらへ来てください。警部補は乗り出して、操縦席の大月氏の横へひょいと顔を出して前を見た。何も見えませんよ。いや、すぐ出ます。空、出たでしょ。いや、車の外じゃない。 すぐ目の前のガラス窓ですすああすぐ目の前の前窓ガラスの表面には L 字を逆立ちさせたようなありうべからざる右曲がりの矢印を描いた標識が明るく近くはっきりと映ったがすぐにそれは吸い込まれるように闇の中へ消えてしまった眼前の道路は左に折れているのだが 幻の標識は右曲がりだ7いやあなたがガラスに映ったものを見てすぐに後ろの窓を振り返ったのは正しいですやがて大月氏はそう言って感心したように警部補の肩をたたくのだったまったく座席の後ろの四角いガラス窓からはテールランプに照らされて ほな赤くぼやけた路面がすぐ目の下に見えるだけであとは墨のような闇だったのだがすぐにその闇の中にどこからか漏れてくる強烈な光に照らされて今自動車が通り越したばかりの道端の道路標識が鮮やかにも浮き上がるのだそしてその幻のような闇の中の標識は浮き上がるかと見ればすぐに消えやがてまた浮き上がり すぐに消え、見る人々の目の底に鮮やかな残像をいくつもいくつもダブらせていくのだった。偶然のいたずらですよ、大月氏が言った。あれはすぐ横の小山の向こうから斜めに差し込む航空灯台の閃光です。つまりこちらから見ると向こうの左曲がりのカーブを教えるために正しく左曲がりを示している。 闇の中の標識が先行に照らされた途端に後ろの窓を抜けて、前のこのガラス窓へ右曲がりの標識となって映るんです。クーペはルームライトを消してたし、前の谷が空気は成長で、ヘッドライトは闇の中へ溶け込んでいます。おまけにこのガラスは少しばかり傾斜していますので、反射した映像は操縦席で前かがみになっている人でなくては見えません。 でも、それにしても、ふっと映ったこの巨像を、本物と見間違えて谷へ飛び込むなんて、ただの人間じゃないですね。よくわかりました。とにかく、早速降りてみましょう。警部補の発言で、人々は車を捨てて谷際へ立った。ヘッドライトの光の中へ、鏡込んで調べると、間もなく道端の芝草の間際に、 クーペが谷へ滑り込んだそれらしい跡が見つかった。この辺りなら降りられますね。スロープは緩やかなもんですよ。夏山警部補はそう言って、山肌へ懐中電灯をあちこちと振り回しながら、先に立って降り始めた。夏山さん、後ろから続いて降りながら、大月氏が声をかけた。それにしても、 犯人が堀見氏のお嬢さんだって何か証拠があるんですか狂気ですよ。警部補は歩きながら投げ捨てるように言って、婦人持ちのシャレたナイフに十七回誕生日の記念文字が彫ってあるんです。しかも今年の春の日付まで、そしてお嬢さんの富子さんは今年十七です。大月氏は黙ってうなずくと、 そのまま草を踏みつけるようにしながら小さな明かりを頼りに山肌を下りていったがやがてふと立ち止まって「夏山さん生まれて2つになって第1回の誕生日が来る3つになって第2回の誕生日が来るそうだ今年17の人なら16回の誕生日ですよえ何?」。 警部補が思わず振り返った。夏山さん、17回の誕生日なら、ナイフの主は18ですよ。18? と、警部補はしばらく放心したように立ちすくんでいたが、すぐに慌ててポケットからノートを取り出し、震える手で広げると。いや、どうも面目ない。全くその通りですよ。それに、 ちゃんんと18の娘があるんです。誰ですそれは女中のトシヤですちょうどこの時警官の懐中電灯に照らされて山肌のちょっと平らなところにほぐれたような大きな跡が見つかったあそこで門んどり打ったんだな自動車が大月氏が叫んだ「もうすぐだ急ぎましょう」 人々は無言でさまよい始めたこの辺りから茨や名も知らぬ陥木が雑草の中に混じり始めたやがて大月氏が枯れかかった陥木の陰で転がっていたクーペの予備車輪を拾い上げた人々はますます無言で焦り立った小さな光が山肌を飛び越して絹ずれの音がガサガサと聞こえると警部補が っっとなって立ち止まったちますぐ目の下のくぼ地にまがいもないクリーム色のクーペが真っ黒な腹を見せて無残な逆立ちをやっている警部補も大月氏も無言でくぼ地へ飛び降りるとクーペのドアを逆さのままこじあけた「おや?と」と警部補が叫んだ車の中はもぬけの殻だけれどもやがて 大月氏はかがみ込んで操縦席の後ろのシートの肌から血に汚れて異様に絡まった長い幾筋かの白髪をつかみ上げた全く無残なクーペの姿だったガラスというガラスは全て砕け散り後部車軸はもろくもひん曲がって向かい側のドアはちぎり取られてどこかへ跳ね飛ばされていた。 細々とした付属品なぞ影も形もないけれども間もなく人々はそのちぎり取られた扉口から向こうの雑草の上にまで点々として連なる血の跡を見つけた犯人は負傷こそすれ奇跡的に助かっているのだ人々はすぐに血の跡をつけ始めた「こりゃあ髪の白い娘」 とということになったね、うん。一体あなたはどんな証拠を押さえたんですそのナイフというのを見せてください大月氏の言葉に歩きながら警部補は不機嫌そうにポケットからハンケチに包んだ例のナイフを取り出した大月氏は歩きながらそのナイフを受け取って電気の光を差し付けながら象牙の絵に彫られた文字を読み始めた がやがてみるみる目を輝かせながら立ち止まると警部補の肩をどやしつけた「あなたはこの日付が見えなかったんですかまさか目くらじゃあるまいし」ね「ね ?2 月29日に誕生日をする人は2月29日に生まれたんでしょう」ところが2月29日はウルード氏にあるんでだからこの人の誕生日は 四年に一度しか来ないわけでその人が十七回の誕生日を迎える時にはいくつになると思います六十過ぎですよ分かった警部補が慌てて駆け出そうとすると大月氏は不意に手を挙げて制したすぐ目の前のひときわ大きな陥木の茂みの向こうでガサガサと慌ただしげな外れの音がした 人々は足音を忍ばせて近寄った茂みの影を回ったところで警部補が懐中電灯の光をさっと向こうへ浴びせかけた思ったよりも小さな黒い四つんばいになったものが苦しそうにんばを引きながらそれでも夢中で草の中を向こう向きに這い出していったがそれも光を背に受けると すぐに止まってひょいとこちらを振り向いた「エバンスだ」全く白髪頭の小さな白いエバンスの顔だった愛する富子の正常をどこまでも守り通した気品と罪への恐怖と悔恨に引きうがめられたエバンスの顔だった